おはよう。何だ、出かけるのか？僕は答えなかった。起きたばかりだろ。座りなさい。何か作ってあげるから。僕が無視しようとしても、父さんは自分のペースで物事を進める。そんな父さんを僕は気に入っている。父さんには悪いけど、あんまり食欲がない。僕は久しぶりに嫌な夢を見た。2年前に見て以来、久しぶりに見る夢だった。人を殺す夢を見るなんて。そんなことを知らない父さんは、嬉しそうに僕の食事を作っている。僕の家は変わっている。父さんは自宅でミニコミ誌の編集をしながら家事を切り盛りしている。母さんは内装関係のデザイナーで建築事務所に勤めている。僕が小さな頃、2人で話し合って決めたらしい。母さんは外へ働きに出る。父さんは残って家を守るって。うちには家庭内暴力もないし、家族の間もうまくいってると思う。問題があるとすれば僕のことくらいだ。あ、子離れしていない父親っていうのはちょっと問題かもしれない。何？参考書どこに買いに行くんだい？神田まで行くよ。父さんも探し物あって神田まで行くんだけど。うん、一人で行くからいいよ。そうか。本当に子離れしてない。その鈴まだ持ってたのかい？あ、うん、なんとなくね。見たところただの鈴だけど、どういうわけか音が鳴らない。カラカラと壊れた鈴の音しか出ない。お守りみたいなものだしね。そうか。うん、気をつけて行っておいで。うん。近くの高校へ通う学生たちが坂道を登ってくる。半年前までは僕もあの中にいたんだ。でも去年の9月、ちょっとしたことから僕は高校へ通うのをやめた。せっかく入った高校だったけど、僕は簡単に辞めてしまった。自分が行きたいわけじゃなかった。周りが行くから、母さんが行けって言うから、僕は高校に進学しただけだった。でも退屈なだけだった。何のために学校に行って、何のために勉強するのか。そして僕は学校を辞めた。学校を辞めた後も、母さんの勧めで代研を受けることにした。高校卒業の資格くらい取っておいた方がいいって言うからだ。だから今は代研を目指して自宅で勉強している。そのために今日は参考書を買いに出てきた。数学の参考書なんだけれど、僕が探している参考書がこの近所にあるだろうか。神田に行こう。この辺じゃ売ってないかもしれないし。不思議だな。高校へ通ってる時は一人になりたくて仕方がなかった。でも今は人混みの方がとっても落ち着く。聞こえるか？
のせいだったのかな。私の声が聞こえるか。恐れることはない。震えることはない。私が君を守ってあげよう。あの。僕もあの声から逃れるように慌てて電車を飛び出した。あの暗闇の中に何かがあるのだろうか。地下鉄の改札を出て地上へ戻ると、街は帰宅途中の人々で溢れ返っていた。夕方の騒音に混じって、またあの声が聞こえてくる。初めに言葉が生まれた。やっぱりこの声は誰にも聞こえてないんだろうか。肉は言葉と共に、命は言葉の中にあった。言葉は力である。あ、嘘だ。君は誰だ。僕はどうして。ダメだ、体の震えが止まらない。目を覚ませ。熱い、体が燃えるようだ。僕はそれ以上に立っていることができず、地面へうずくまった。顔を上げると、もうあの少女の姿は見えない。ねえ、もしかして何か聞こえたの？振り返ると、見たこともない少女が微笑んでいる。ベー！危ないよ。わけもわからぬまま、僕はその子に手を引かれて歩道へ戻った。よかったね、引かれなくて。ありがとう。どうこっていうの。こんにちは。なんだろう、この子たち。ちょっと慣れ慣れしいけど、でもロングの子は好みかもしれない。はい、あなたのでしょ。ありがとう。いい音色の鈴ね。あなた、人を殺した夢見たことある？なんで知ってるの？僕は確かに人を殺す忌まわしい夢を見た。今日も、そしてまだ中学生の頃、もう二度と戻りたくないあの頃に見た夢。思った通りの人ね。なんでもないわ。行きましょう。ちょっと。わけもわからないまま、僕は瞳子と名乗る不思議な雰囲気を漂わせる少女についていくことになった。
どうかしたの？いや、こんな店来るのも初めてだからなんだか緊張する。それに女の子と二人きりなんてことも初めての経験だ。落ち着かないのね。いや、東子と名乗ったこの子に連れてこられたのは洒落たレストランブラッドという名前の店だった。なぜここまでついてきてしまったのかはよくわからない。でもあの時僕の意志は東子さんについていくことを望んでいたように思える。あなた声を聞いたでしょ？え？言葉は力である。なんでそれを？私にも聞こえたの。すべてを失ったあの日、私に聞こえたあの救いの声。すべてを？そう。何もかも失って、自分に残されたのはこの体だけ。生きるのも嫌だった。悪夢の中に放り出されたあの日、私の頭に響いてきたの。あの声が。今では私が生きていく上で唯一信じられるものになったわ。